バージントレーンズイーストコーストはかつて存在したイギリスの列車運行会社である。イーストコースト本線を中心とした長距離列車ネットワークであるインターシティーイーストコーストフランチャイズを運行していた。ステージコーチグループが90%、バージングループが10%を出資していたが、イギリス国鉄民営化当初からの列車運行会社で同じブランドを用いていたバージントレーンズや、 バージンクロスカントリーとは異なり、バージンレールグループ参加ではなかった。2015年3月1日に、国営の最終手段運行事業者であった、イーストコーストから運行を引き継いだ。2023年までの契約で、運営権料として政府に対して、総額33億ポンドを支払うことになっていたが、収入が想定を下回ったことから2018年6月23日に、 営業を終了し、国営のロンドンのスイースタンレールウェイに運行を引き継いだ。これは、同フランチャイズにとって、三度目の経営難による早期終了であった。2014年1月、運輸省は、次期インターシティイーストコーストフランチャイズの運行事業者の候補として、ファーストグループ、ケオリス、ユーロスター、インターナショナルリミテッド、ステージコーチグループ、 バージングループの3組を発表した。同年11月、ステージコーチグループとバージングループの組が落札したことが発表され、8年間の契約で2015年3月1日からバージントレーンズイーストコーストとして営業を開始した。2017年6月28日、ステージコーチグループはバージントレーンズイーストコーストの営業収入が想定を下回っており、 政府に支払う運営権料を差し引くと、累計2億ポンド程度の赤字であることを発表した。ステージコーチグループの株価はこれにより11%、下落し、前衛鉄道、開示、輸送従事者組合は最国営化を訴えたが、ステージコーチグループは2年以内に収益化が達成できるとした。同年11月、クリス・グレーリング運輸大臣はバージントレーンズイースト、 コーストのフランチャイズが予定よりも3年早い2020年に終了する可能性があり、後継のフランチャイズとしてネットワークレールが整備、所有するインフラに対してより強い権限を持つ新しいタイプのフランチャイズであるイーストコーストパートナーシップが導入されることを発表した。ステージコーチグループは収入増が想定を下回った原因として、 ネットワークレールによるインフラ改良や運輸省が主導していた新型車両導入計画であるインターシティエクスプレスプログラムの遅れを挙げたがグレーリングはこれに対し入札過程が構造上過大な収入予想を招きやすい構造になっていたことを認めつつもたんなる予測ミスであるとした早期終了は政府による民間企業の救済であるとして批判されると同時に 双方に原因があったことからどちらにとっても望ましいことだともされた。ステージコーチグループと運輸大臣は運行終了までは運営権料の支払いが契約通り行われること、そして不正が行われたわけではなかったことから、ステージコーチグループやバージングループが将来の入札に参加することが妨げられないことを認めた。年月、 状況の悪化により契約終了が数ヶ月後に再度前倒しされ、2020年からのイーストコースト、パートナーシップの開始までのつなぎとしてバージントレンズ、イーストコーストとの短期的なマネジメント契約と、国有の最終手段運行事業者による運行が検討された。同年5月16日、最終手段運行事業者である、 ロンドンのスイースタンレールウェイが運行を引き継ぐことが発表され、バージントレーンズイーストコーストは2018年6月23日をもって営業を終了した。終点に定時で到着した列車の割合を示すパブリックパフォーマンスメジャーは2015年12月13日から2016年1月9日までの4週間で82.0%と、 全国平均の86.9%と比較して低かった。ワンマン運転の導入計画や200人近くの強制解雇計画、給与問題などに対し、全英鉄道、開事、輸送従事者組合は2016年8月、車両基地要員を除く労働者が参加する24時間のストライキを3回行うことを発表したが、これらは交渉の結果中止された。しかし、 交渉の決裂により、再度ストライキが計画され、同年10月3日の24時間にわたって実施された。翌2017年4月28日から29日にかけても48時間のストライキが計画されたが、交渉の前進により回避された。バージントレーンズイーストコーストは、先代のイーストコーストよりも高い運営権料を支払うことを公約していたが、 当初から減額するなど失敗し、最終的には運営権を返還するに至った。通年で営業を行った初年である2016年には、バージントレーンズイーストコーストは2億400万ポンドの運営権料を支払った。段階的に納入額が増える計画であったとはいえ、これは2014年にイーストコーストが収めた2億3500ポンドを下回る値であった。 ロセンズバージンとレーンズイーストコーストは運行列車を A から D の4つのグループに分類した。以下に平日オフピーク時の運行系統を示す。2015年12月、スターリングとサンダーランドにそれぞれ1往復と夕方に春ドンカスターの列車が1本増便された。2016年5月、ニューカッスル発着列車の一部がエディンバラまで延伸され、両都市がほとんどの時間帯で、 毎時2本の列車で結ばれるようになった。同年12月にはモーペスへの停車列車が増加した。2017年12月、土曜日に24本の列車が増便され、合計が平日と6本差の151本となった。また、平日にはヨークを4時40分に発車し、キングスクロスに7時に到着する列車が運行を開始した。バージントレーンズイーストコースとは、 イーストコーストからインターシティ125とインターシティ225を引き継いだ。運行開始から3日間でほとんどの先頭車にバージンのロゴが貼り付けられ、2015年11月までにすべての編成が赤を基調としたバージントレインズ塗装となった。続いてトイレの改装やシートモケットとカーペットの交換が行われ、2015年12月31日から、 更新を終えた編成が営業運転を開始した。内装の更新は、インターシティ125で2016年8月までに、インターシティ225で2017年1月までに完了した。2015年7月、インターシティ125が一本イースト、ミッドランズトレインズからの転属により、増備された。2016年9月、 インターシティ225の動力車不足を補うため、ニューワークノースゲート、ヨーク、ディーズ発着列車向けに DB カーゴ u k から90、軽電気機関車が3両借り入れられた。ビテック塗装の800系、アズマバージントレーンズイーストコーストの営業期間中には、運輸省が主導するインターシティエクスプレスプログラムによって導入される、新型車両が営業運転を開始する予定であった。 日立製作所製の800系バイモード車両5両、編成10本、9両編成13本と801系、電車5両編成12本、9両編成30本が投入されることになっており、2016年3月16日にバージントレーンズイーストコーストが行った報道公開では、東の和名にちなみ、あずまと命名されることが発表された。 2017年10月には2018年12月から営業運転を開始することが明らかになったが、バージントレーンズイーストコーストは2018年6月に営業を終了し、同社の下での営業運転はついに行われなかった。なお、800系、801型は、後継のロンドンノースイースタンレールウェイによって、予定より半年遅れて2019年5月15日に、 営業運転を開始した。この際、アズマの愛称は維持されている。バージントレーンズイーストコースとは主に以下の4つの車両基地を使用していた。ありがとうございます。